こんにちは、シグナルフラッグ Z です。Google Pixel 6 Pro 用の防水ケースを買いました。 Android を使っていて一番困るのはケースがほとんど手に入らないことですね。新製品の頃はまだ買えますが、1年もしたら消えています。 Android でも Pixel シリーズならと思っていたのですが、防水ケースがほとんどありません。やっと発売されたのがこのケース。防水ケースをたくさん作っている謎ブランドリンシンって読むんですかね、のケースです。モニターパネル側には指紋センサー部分に何か加工がしてあり、指紋認識もできます。ケースの構造は食品を保存するタッパーと同じようになっています。この構造のケースは以前から iPhone 用ケースによくありました。ちゃんと密閉されていれば海に落とした翌日に拾い上げてもスマホは無事だったりします。スキージ、ヘラみたいなパーツが入っています。何使うんだろう。取扱説明書ですね。ちゃんと読んでませんが、パッキンの部分に物を挟むなと書いてあります。砂とか髪の毛を挟まないように注意して蓋を閉めます。こういう防水ケースって消耗部品なんで、いつまで持つかが重要なんですけど、それはまあ試すしかないですね。できたら毎年買い替えると安心です。 Android だと 2,3 年後売ってるかどうかわかんないんですけど、ストラップホールもあるのでストラップが付けられます。指紋センサー部分の保護シートみたいのがたくさん付いてるんですけど、どう使うのかわかりません。中に入っていたのはこれで全部ですかね。カメラ側のカバーです。透明なフィルムになっています。こちらがタッパーでいう蓋に当たりますね。USB 端子部分に蓋があります。ケースに入れたまま充電もできます。ケースをよく見てみます。スピーカー部分にフィルムが貼ってあって水が入らないようになっています。USB コネクターのカバーはとても硬くて、最初開かないのかと思いましたよ。ちぎれるんじゃないかと恐る恐る開けてましたが、やっと開きました。ストラップはここにつきます。新品なのにやたらホコリっぽいんですよね。さっきの謎シール、拡大するとこんなんですもん。一度洗わないとダメですね。こっちもホコリが目立ちます。使う前に防水テストをします。製造ミスで防水性能がなかったら返品しなくてはなりません。説明書には書いてなかったんですけど、 Amazon の販売ページにはテストしろと書いてあります。ティッシュを入れて水につけておきます。ティッシュが濡れなければ OK。 蓋をどうやってするのか最初戸惑いますが、思いっきり上から押し込みます。結構硬いです。ティッシュを挟み込まないよう注意しましょう。
まだ蓋が浮いています。ちゃんと閉まっているか一周見ます。開けるときはここからこじ開けるようです。蓋をしたら風呂場でテストです。浮き上がっちゃうので重しを乗せましょう。これで30分ほど放置します。30分経ちました。ティッシュが濡れてなければ OK です。蓋を閉めるとき大変でしたが、開けるときもそこそこ大変です。コインでこじ開けて、そこから開けていきます。さて、ティッシュは濡れてるでしょうか。大丈夫ですね。どこも濡れていません。ピクセルを入れる前にケースを水洗いしました。ピクセルを防水ケースに入れます。保護シールを剥がします。 USB コネクター側を先に入れるようですね。奥までハマっていることを確認します。ちゃんと閉まっているか確認します。これで OK ですね。ケースをつけた状態で指紋を追加します。指紋認証はケースをつけていてもできるんですけど、あまり認識率は高くないです。付属していたスキージでフィルムをモニターに密着させると若干認識が良くなります。ピン番号を入れた方が早いです。ケースをつけた状態での重さですが 275g、 かなり重いです。さて、防水ケースを使う理由ですが、海で使いたいから。2月の海に試しに行きました。ピクセルを固定する方法を試行錯誤中なんですけど、とりあえず首から下げるようにしてみました。マリンスポーツをする人は海の神様へたくさんの供物を貢いでいると思います。ストラップは重要です。ピクセルを捧げるつもりはありません。まずは小手調べ。いやー、気持ちがいいですね。それでは行ってきます。ビデオは超広角カメラで撮っています。この画角だけなら GoPro で十分です。スマートフォンを持ち出す理由にはなりません。手ブレ補正があってもこの揺れは吸収できません。スマホは首からぶら下がっているだけです。水平を撮るのも難しいですね。この絵だけなら GoPro Max が一番いいです。ちょっと気に出ただけですけど、スマホが首から落ちそうで気になって焦げません。
まあせっかくなので海の中にカメラを突っ込んでみます。この日はちょっと水が濁ってました。水滴にタッチパネルが反応してホワイトバランスがちょっとずれました。一度水中に入れるとマイクの穴に水が入り音がこもります。水から出したら振って水滴を取った方がいいですね。 GoPro より圧倒的にいいのがビデオ撮影です。 HDR 効果は GoPro の比ではありません。GoPro ではできないズームもできます。海の上では太陽と影、明るいところと暗いところの差が激しいのです。こんな景色ではピクセル6のハイダイナミックレンジ撮影が生きてきます。逆光になる陸の影部分も綺麗に撮れます。とりあえず防水ケースは使えることが分かりました。指紋認証も一応使えます。指が濡れたら指紋は認識しません。欠点は重さ。 275g あります。金属製スマホホルダーにつけたらさらに重たい。幅は 87mm ちょっと。ほとんどのスマホホルダーが使えるか使えないかの限界です。お風呂とかで使う分には安心でいいケースだと思います。そうそう、海水につけたら塩抜きを忘れずにやりましょう。今回のビデオはここまで。よろしければチャンネル登録をお願いします。